どうもすいません。アメリカジョッキークラブカップ出走馬1頭ずつについて喋っていこうと思います。それではまずは馬場コースレース展開から考えていきます。この中山芝 2200m 外回りコースについては何度も喋ってきたんですが、トリッキーというとちょっと違うのかもしれないんですけれども、こういうコースだっていうことを分かってないと乗り方を間違っちゃう、そういったようなコースなんですよね。で、傾向として逃げ馬先行馬、もしくは内の方や馬群の中から器用に立ち回った馬が有利な展開になりやすいコースなんですよね。ただ先週まではですね、内の方が荒れてきてるとはいえ、逃げ馬先行馬もそんなには不利じゃないような馬場ではあったんですが、今週ですね、土曜日なんか見てたら雨が降ってきたことによって、まあ、結構極端に内の方は避けなきゃいけない、そういったような馬場になってきてるかなというふうに思いますんで、さっき言った前目内目が有利な傾向にある、そういったようなこの中山 2200m 外回りコースの傾向っていうのが当てはまらない可能性の方が高いかなっていうふうに思います。まあそれでもその土曜日の競馬で 2200m のレースあったんですけれども、その時は逃げ馬先行馬が引っ張りきれなかったような感じがあるので、そう考えたら展開によってはやっぱりある程度ロスなく立ち回れるっていう馬の方が無難かなっていうふうに思って里のフラッグを選んだっていうところがあります。それで今回一番人気になりそうなアリストテレスについてなんですが、まだ馬は成長途上で頼りないところがあるんですけれども、土曜日の芝のレースルメール騎手、ほとんどのレースで好騎乗というかですね、まあ、体も動いて調子良さそうだなっていうような感じなんですよね。ほぼパーフェクトの騎乗が多かったので、まあやっぱり本当に厄介な騎手だなっていうふうに思いますね。ただそこで勘違いしないでもらいたいのは、芝のレースでは安定してたんですけれども、ダートではそうではなかったんですよね。でこれは理由がありまして、この時期はですね、凍結防止剤を撒いてると思うんですが、凍結防止剤と雨が混ざるとですね、結構中山って特殊な馬場になりがちなんですよね。で馬があまり反応しないだとか走りづらそうになってしまうっていうところがあって、その分レベルの高いルメール騎手だからこそ逆に響いてしまうっていう、いつもだったらスッと行くはずなのにスッと行かないっていうようなことが起こって、ですから逆にその技術的にはそんなでもないジョッキーたちがですね、逃げたり先行したり、もしくはどっかのタイミングで一気に動くとか、そういったような騎乗がはまることもあって、まあ要するにそのジョッキーの優劣がちょっと優劣の差が縮まるっていうような馬場でもあるんですよね。その分ルメール騎手はダートで苦しんでしまったところもあったんですけれども、ま、本当に馬騎手ランキングの2016年か2017年あたりでもそれについては説明したんですけれども、でもそういった風にダートでちょっとあれっていうような競馬になっても、その後の芝のレースではしっかりと結果を残したりしているように、ルメール騎手はやっぱり芝では特にブレてないところがありますので、そういった意味で今回アリストテレスの不安要素をすべてルメール騎手の腕で払拭する可能性は十分にあるかなというふうに思いますね。それでアリストテレスの評価についてなんですが、素質はあるとは思うんですが、まだパンチしきってないのでその辺が頼りないですね。で菊花賞で三冠馬コントレイルと接戦をしたわけですから、それで過剰人気気味に一番人気になっているとは思うんですが、京都の外回りコースって結構そのハマることが多いコースなんですよね。ハマる馬が出てきやすいコースで、もちろんそのルメール騎手がレベルが高かったんでルメール騎手が2着も持ってきたっていうところもあるんですが、京都の外回りコースは4コーナーの手前で坂の下りがあるわけですよね。あそこで坂の下りで早めに動いちゃいけないっていうのが常識としてあって、その分コーナーからあんまり厳しくならない傾向にあって、だからこそ流れに乗ったアリストテレスがですね、なだれ込むような競馬をしやすかったっていう部分がありましたし、直線が平坦でもありましたんで、まあ、4コーナー前後の入りがうまくいけばですね、平坦でそのままなだれ込むようにいい足を使えるっていう、そういうコースでもあるので、まあ、やっぱりいろんなものが噛み合った部分もあったんですよね。で逆にこの中山コースになってくると馬場も荒れてますし、コーナーからある程度ストレスがかかる競馬になる可能性があるわけで、
そこなんですよね。まともにある程度競馬をしなきゃいけないっていうところがあるので、条件がガラッと変わるんで、そうなってくるとどうなのかっていうような感じはあるんですよね。でもアリストテレスはエピファネイア産駒で、エピファネイア自体は渋った馬場得意でしたし、この馬もですね、足先の使い方なんかもですね、無駄が少なくてですね、いい動きをするようなところもあるので、そういった意味で馬場をこなす可能性もありますし、その分他の馬たちよりも有利に競馬進められる可能性もなくはないんですよね。でもその反面、やっぱり最初に不安視したパンとしきってないっていうところがあって、その分足を取られたりバランス崩したらそのまま進んでいかない可能性もあるっちゃあるので、まあ、その辺は まずは2分の1のギャンブルでどっちに振り切って考えるかっていうところから決めていかなきゃいけないかなっていうふうに思いますね。どの馬が逃げそうか逃げさそうかなんですが、タガノディアマンテ、ステイフーリッシュ、ジェネラーレウーノ、ジャクマル、この辺なんですけれども、タガノディアマンテは前走は途中から先頭に立ったっていうだけで逃げ馬っていうような感じではないですし、ステイフーリッシュも番手とか後位から競馬をするタイプかなっていうような感じで、他が行かず押し出されるような感じ、もしくはジョッキーが行く気を見せた時は逃げる可能性あるとは思うんですが、基本的にはジェネラルウノ、ジャコマルあたりが逃げる可能性が高いかなっていうふうに思いますね。で、ジェネラルウノに関しても逃げ馬というよりか番手あたりから競馬した方がベストかなっていうような感じで、ちょっと気難しいところがあるんで、まあ、ジェネラルウノとステイフーリッシュは気難しいところがあって、ちょっと先頭に立ってずっと逃げちゃうと集中力が続かない場合があり得るタイプなんですよね。で、ジャコマルに関してはですね、ちょっとコーナーからそんなにグイグイ行くようなスピードがあるわけでもないですし、まあ、前走はノーマークで行かせてもらったような形で、まあ、ドハマリっていうような感じでもありましたので、このメンバーで、しかもうちの方は荒れてきてる、渋ってるっていう中だと、楽な競馬にはならないんじゃないかなというふうに思いますんで、やっぱり逃げ馬先行馬があんまり4コーナー手前から4コーナー前後引っ張れない展開を考えた方がいいかなというふうに思いますんで、まあ、うちの方から立ち回るよりかは、4コーナーは外回った方がいいかなというふうに思いますね。ただ、馬群全体がですね、うちの方を嫌って、馬群全体が外を膨れるような感じだと、さすがに外回ったらロズが大きすぎる可能性もありえますんで、そういう時には一旦馬群に突っ込むか、内に突っ込むっていう風にしなきゃいけないんですが、でも、やっぱ内の方は荒れてますんで、変なタイミングに仕掛けちゃうと、綺麗なタイミングに仕掛けちゃうと、やっぱり外の馬たちにワッと来られちゃうっていうところもあるので、内の方や馬群の中から抜けるんだったら、ワンテンポ、ツーテンポ、早めに仕掛けてっていうような、そういったような隙をつくような騎乗をしないと、まあ、簡単にはないかなっていうような感じはありますね。基本的にはやっぱり真ん中より外を回った方がいいかなっていうような感じはありますね。それでは右の方から一頭ずついきます。里のフラッグ。里のフラッグは右回りだとですね、手応えよく回ってこれることが多いんですよね。ですから操縦性が高いというかですね、行きたいところに行きやすい、仕掛けたい時に仕掛けやすいっていう傾向にあって、まあ、今回馬場が荒れてたり渋ったりしますんで、もしかしたら場合によっちゃコーナーから反応が悪くなる可能性もあるっちゃあるんですけれども、まあ、今までの競馬を基本的にはある程度信じたいかなっていうところがありますね。でもですね、ちょっと足の使いどころが難しいタイプで、まあ、一瞬で伸ばそうとしてもスパンと切れるほどの切れる足はあるわけでもないですし、まあ、じりじりと足は使うんですが、それがそこまで長く足を使えるっていうような感じでもないんですよね。追い出してからがですね、意外とじり足っぽいところがあるので、その辺はやっぱり計算して追い出したりだとか進路取りも取らなきゃいけないかなっていうところで、そうなってくるとやっぱり戸崎騎手がですね、ちょっと立ち回り的にも中途半端な、なんか歯切れの悪い騎乗が多いというかですね、歯切れって表現合ってるかどうかわからないんですが、まあ、なんか気持ちのいい騎乗が少ないところがあって、あとは怪我の影響でですね、道中のコンタクトや勝負どころでスッと動かすということに関しても、あんまり技術的に安定してないところがあって、まあ、そこが気になるんですよね。
それで、まあ、例えば手綱とボディバランスで反応させられなかったら、早めに鞭をビシッと入れるとかすればですね、戸崎騎手は鞭を入れてからだと結構 OL ジョッキーでちょっと馬の動きがガラッと変わる時があるので、そういう風にしてくれればいいんですが、ちょっと真面目すぎてですね、融通が効かないような騎乗が多くて、場合によってはもっと背面ガンガンやればいいのにっていう時あるんですけれども、まあ、本当になんか丁寧に乗りすぎるような傾向にもあるので、その辺ですね、やっぱり場合によって乗り方をあんまり買い切れないっていうところがですね、信頼性を欠く理由でもあるんですけれども、まあでもそうですね、アリストテレス一番人気で信頼して単勝まで買ってとか、そこまでなれるかというと、そこまでの信頼性がないので、となると2番人気ぐらいで落ち着きそうなサトノフラッグ、副賞も変える範疇のオッズになるだろうっていうことを考えると、まあやっぱりこの馬から行くしかないのかなっていうような感じはありますね。まあ馬場も弥生賞の時にこなしてるんですが、まあそこまでいいとは思わないので、まあ馬場も響く可能性もあるんですが、まあただ他の馬たちよりかは欠点が少ないっていうところもあるので、まあ、信頼性はそんなには高くはないんですけれども、不安はいっぱいあるんですけれども、まあでも他の馬たちよりはっていうような評価ですね。それと仕上がり具合に関してなんですが、まあ、このまま間隔を空けてゆったり作った方がいいんじゃないかなっていうぐらいなタイプで、逆に間隔を詰めてですね、使った後にもう一回ビシッと調教しちゃうと調子が安定しない可能性があるタイプで、皐月賞の時なんかは調子を落としてましたし、そう考えると休み明けっていうことは全然気にならないかなっていうふうに思いますし、まあ、厩舎も国枝厩舎でレベルの高い厩舎なんで、あんまり心配はしてないかなっていうようなところはありますね。で、まあ、このコースもですね、構想してて、セントライド記念の時はバビットはあのまあもう本当あの時は強かったので、まあ、今後は成長できないかもしれないんです。厩舎量が足りないかもしれないんですが、あの時のバビットは強かったですし、まあ、突き放されて力でねじ伏せられたっていうような感じなので、サドノフラグ自体はいい競馬してましたので、まあ、特にコースが悪いということもないかなっていうふうに思いますね。サンアップルトン。サンアップルトンは日経賞あたりを使ってた時は絶好調で、それでもちょっとパンチが足りないというか力が足りないっていうような感じの4着だったんですよね。ですがこの馬のいいところはですね、自分の力をある程度出してくる、ためが利けばですね、レースセンスもいいし、まあ、乗りやすいところもあったりなんかして、その分その前走のアルゼンチン共和国杯なんかはまた自分の競馬ができたんで3着を拾えたっていうところがありますね。まあああいうふうに他の馬たちが勝手に自滅してくれて、まあサンレーポケットなんかはパパの悪いうちに突っ込んでくれたりとか勝手に自滅してくれましたんで、まあそういうような感じのことをしてくれる馬が出てきたりだとか、あとは展開的にはまるとこういうサンアップルトンみたいな馬がはまる時もあるということですね。ただサンアップルトンは差し追い込みタイプなんで、やっぱり前が止まってほしいですし、外差しが効くような展開だと理想的かなっていうようなところがあるんで、まあ、いかにもな中山芝 2200m 外回りっていうようなレース展開になったらはまらない可能性はあるかなと思うんですが、まあでもうちの方は荒れてきてますし、まあサンアップルトン自体が調子がいいので、まあ、いいところ出るかもなと思うところもあるっちゃありますね。馬場に関してはですね、そんなにいいタイプではないとは思うので、あんまりずっと悪いとこ通るとどうかなとは思うんですが、まあ外目で勝負どころいいところを通ればですね、構想する可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ノーブルマーズはですね、まあこのまあもう調子のいい時でもちょっと最近は以前以上にドタドタ走るような感じで器用さが足りなくなってきてて、どんどん不器用になってきたなっていうような感じがありますね。でさらにもともと気難しいところがあって、コーナーからズブさ出したりだとか、あとは繊維喪失しやすいところがあるんで、まあ本当に難しい馬なんですよね。ただ忘れちゃいけないのはこのノーブルマーズ、宝塚記念で3着6着してるんですよね。要するに気分よく走れた時っていうのは自力はあるっていうようなと
ところで、まあ、筋肉の質の衰えは多少あるとは思うんですが、そこまで極端に能力は落ちてはないので、まあ、大掛けはあり得るタイプではあると思いますね。まあ、ただ追い切り映像がなくてちょっと調子がわからないのと、まあ、最近はその調子がそんなにいいってほどでもなかったので、まあ、やっぱり安定感を欠く当てにならないっていうところが出やすいかなっていうふうに思いますね。ベルトライゼンデ。ベルトライゼンデはある意味新型コロナウイルスの影響をもろに受けた馬の一頭かなっていうふうに思いますね。というのは短期免許で外国人騎手が来れなくて、このベルトライゼンデっていう馬は特にですね、外国人ジョッキーが乗れば変わるタイプで、まあ、ズブサもあるんですけれども、あとはそのズブサがレースだけじゃなくてですね、調教や成長段階でもそのズブサっていうところがずっとあって、パドックでの馬体の歩き方なんか見てもらえればわかるんですが、ちょっと芯ができてないというかですね、波打つように体を動かしちゃうようなところがあって、体幹がまだしっかりしてないような感じがあるんですよね。ですからその辺が体幹がしっかりしてパンとして動きにメリハリが効いてキレがあるようになればですね、だいぶ変わってくるのに、それができなく、そういうふうにうまく成長しきれなかったっていうのは、ジョッキーのレベルが低いっていうところがあるんですよね。まあ、池添騎手はやっぱり技術的には真ん中ぐらいまでしかないですし、となると、こういう気難しさとずぶさがあるタイプをしっかりと作り込むっていうことができないところがあって、まあ、馬が変わっていかなかったっていうところがありますね。ですから、ついでに言うと、2020年、コントレイル3冠、デアリングタクト3冠、しかも無敗でっていうことに関してはですね、これはやっぱり外国人騎手が短期免許で来れなかったっていうことも結構追い風になった部分もありますので、まあ、外国人騎手が来ても3冠取ったのかもしれないんですけれども、やっぱり楽になっ、だいぶ楽になっちゃったっちゃ楽になったっていうところがあって、それは、G1 のレースその当日だけではなくて、そこまでの段階ですね、成長段階で他の馬たちがうまくいかなかった部分もあったっちゃあったっていうところですね。特にこのベルトライゼンデっていう馬については2歳 G1 ホープフルステークスの後にですね、この馬化ける可能性があるっていうふうに言ってたぐらい、まあ、可能性を感じてる馬で、まあ、今でも可能性を感じてるんですが、そこはまだなんかピリッとしてこないんですよね。でまた池添騎手が乗るというところで、まあレース展開と仕掛けのタイミングが合えばですね、ある程度 85% ぐらいまでだったらベルトライゼンで能力が出る可能性はあるんで、まあ、それでもここで勝ち負けできる可能性がある馬ですんで警戒は必要なんですが、やっぱり安定感ということに関して、あとは100能力を出し切ることは池添騎手では無理な馬なので、そう考えるとやっぱり買い材料があんまりないというか、来ても来たら来たでしょうがないやっていうふうに思えるところがあるんですね。まあ、ババに関しては、まあ、こなす可能性はあるかなというような程度で、まあ、こういうババだからこそ飛びつくとか、このコースだからこそ飛びつくだとか、そういったような感じにもならないですし、切れる足もそんなにあるわけでもないですし、まあ、そんなに反応がいいわけでもない、ずぶいところもあるわけですから、まあ、やっぱりまたどうなのかなっていうような感じはありますね。まあ、本当に2分の1の選択で切り捨てる、買うっていうところをもろに決めたいタイプの馬かなっていうような感じですね。ソッサスブレイ。ソッサスブレイは、まあ、名前は聞いたことあったんですが、あんまり覚えてなかったんで、このまま外国馬だったっけ、地方馬だったっけっていうふうに思ったぐらいなんですが、障害を走ってた馬ですね。で、まあ、ここ使ってきたのはどういう意図かわからないんですが、重傷で名前残したいのか、それとも、まあ、手当てみたいなところを狙ってるのか、あとはそうですね、少し馬場が悪くなってきているところで期待を持っているのかわからないんですけれども、まあ、この馬に限らず結構ここ頭数揃ってるわけですよね。普通に考えたら三冠馬コントレイルと接戦したアリストテレスが出走してきたら、そこ嫌って頭数減るもんなんですけれども、要するに他の陣営もアリストテレスそんなには強くはないと思ってるわけですよね。ですから、まあ、ソッサスブレイみたいな馬も
出走するところもあるのかなっていうふうに思うところはありますね。まあ、ただこの馬自体はですね、前走だいぶ良くなってきたなっていうような感じがありましたし、まあ、直線ですね、しっかり伸びてましたんで、まあ、障害に戻れば悪くない馬ではありますし、まあ、さすがにここは相手が強くて、しかも、まあ、馬場が荒れてて、そう簡単に、ごまかしが効くような馬場でもないので、ベストアプローチ、ベストアプローチも本当もったいない馬なんですよね。前走のアルゼンチン共和国杯の結果分析でも言ったんですが、まあ、ジョッキーが動かせないんですよね。まあ、後方から外に出すっていうような意識を持って、進路取りなんかは良かったんですが、あそこ狭くなったところとか、まあ、加速するところでスッと加速さすことができないっていうのが技術的に足りないからなんですよね。で、このベストアプローチっていう馬はずぶい馬で、川田騎手なんかを乗ってもなかなか加速がつかないっていうところもあるぐらいなので、やっぱりそうですね、レベルの高いジョッキーを乗せなきゃいけないっていうところがある中で、またエダ・テルオ騎手、まあ、本当に能力的に高い馬で流れに乗ってっていうことだったら、あんまり馬の邪魔をしないような騎乗はできるジョッキーではあるんですが、やっぱり馬を強引に動かすという技術は全然足りないジョッキーではありますので、まあ、そう考えたら今回も動かせない可能性の方が高いのかなと思うんですが、ただまあ、うちの方が荒れてきたりだとか、馬場も渋ったりだとかしますし、他の馬たちが自滅しまくればですね、もしかしたらハマって、一番いいところの進路にはまって、さらに展開的にもハマる可能性もありえますので、そうなった場合だと誰でも動かせる可能性もあるので、ベストアプローチ自体今回追い切りの動きもいいですし、能力は高い馬なので、まあそういうハマり方をする可能性はなくはないかなと思います。まあ、ただやっぱりスパンと切れる足があるわけではないのと、まあ、加速がつくまでにずぶさとか不器用なところとかそういうところを出す馬なので、まあ、どうなのかなというような感じありますね。タガノディアマンテ、タガノディアマンテはステイアズステークス長期休明けで構想したんですが、まあでも陣営も言ってる通り仕上がりは良かったみたいですね。で、新馬戦の後の2戦目もそうなんですけれども、長期休養明けの2戦目もですね、まあ、ちょっと心配な時があって、長期休養明けで余裕があって、かなり余裕があって使っての2戦目っていうのはわかるんですが、長期休養明けで使った時に仕上がりが良かった場合、そこで使った後の2戦目っていうのはですね、ちょっと心配なんですよね。使いべりというか作りすぎにならないかっていうところで、まあ、今回の思い切りなんか見てても、もしかしたら作りすぎになってる可能性もなくはないかなっていうような感じの動きしてますので、そこは心配なんですよね。まあ、ただパドックで見てみたら問題なく好調キープ、もしくは前走よりも良くなってるっていう可能性はなくはないので、その場合だとちょっと警戒が必要かなとは思うんですが、ただこの馬自体そんなになんか器用に立ち回って、せこく立ち回ってスッと抜け出すような競馬が合うっていうようなタイプではなくて、結構大味な競馬が向くんですよね。どっかのタイミングでまくるように動いていくとか、もしくは前走みたいに早めに先頭を奪ってマイペースで後続を苦しめるとか、そういうような競馬だったらいいんですが、中途半端なポジションから綺麗な競馬をすると意外とパンチが足りなかったりだとか、意外とスッと反応してくれない可能性もありますし、馬場も渋ってるんで、まあ、どっかで大胆な形で一気に行くとか、そういうことでもできないとっていうような印象はありますね。ラストドラフト、ラストドラフトは前走アルゼンチン共和国杯で構想してますね。まあいいところ中段よりも後ろあたりで足を溜めることができて直線外に出せた、やっぱり基本に忠実な進路が取れてますし、まあ、戸崎騎手、直線オイルジョッキーでもありますんで、それできたかなっていうような感じで、まあ、仕上がりはまあまあだったんですが、まあ、でも特にすごくいいわけでもないですし、能力もそこまであるわけではなかったんですが、他の馬たちが勝手に自滅してくれたりだとか、展開的にいろいろ噛み合ったっていうところがありますよね。それで今回の出来がどうかなんですが、このラストドラフトっていう馬は、
追い切り映像では好不調の判別がつきにくいタイプなんですよね。ただ今回に関しては、まあ、良くなってそうだなっていうのは動きには見えるっちゃ見えますので、良くなってる可能性の方が高いかなというふうに思いますんでいいんですが、ただ根本的に素質がそんなに高いわけでもないですし、まあ、貯めてもハマった時は目立つ足は使うんですけれども、ただそれは他の馬たちが止まった時っていう条件がありますので、まあ、うちの方は荒れてきてて、まあ、結構コーナーから足を使わされるような展開になったらそこまで能力が高いわけでもないですし、まあ、やっぱりそうですね、まあ、手応えよく回ってこれるようなそういったような、まあ、比較的他の馬たちが苦しんでくれるような展開になったらハマるかもなというような程度で考えてますね。アリストテレスに関してはもうほとんど喋ってしまったんですけれども、まあ、僕は結構エピファネイアには期待してますし、まあ、実際にその種牡馬としての評価も上がって結構いい馬、アーモンドアイも確かエピファネイアつけるんでしたっけ、まあ、最初につけようとするわけですから社大グループもだいぶ期待してるんだろうなっていうような感じはありますね。まあ、ただ、雰囲気的に、その、足先のスナップの効き方とかもいいし、体の使い方、良くなりそうだなっていうような雰囲気はあるんですけど、良い雰囲気はあるんですけれども、それが実際に半年後、1年後にですね、成長という形で結果として出るか、それは分からないところがありますし、まあ、やっぱり厩舎力によってどう変わるかとかその辺の判断もつかないので、もうこの馬に関してアリストテレスに関しても素質があるかもなっていうのは可能性を感じるような馬体はしてるんですけれども、動きもしてるんですけれども、ただそれが実際にその可能性が現実になるかどうかは分からないところがあるので、まあ、そこはちょっと半分不安もある中で楽しみにしたいかなというようなところはありますね。それで菊花賞で三冠馬コントレイルの2着をしたとき、あの時点ではですね、正直言って良くて古馬準オープンレベルぐらいまでの能力しかなかったかなっていうふうには思います。まあ、それでも構想できるぐらい、ああいう京都の外回りコースっていうのはハマるときはハマりますし、やっぱりまだ同世代同士のレースで、ルメール騎手みたいなレベルの高いジョッキーが乗ったらそういうことはあり得るっていうようなそういうレースにはなったんですが、まあでももしかしたらこのアリストテレスっていう馬はパドックでの馬体の見た目とか、あとは追い切りでの印象以上にレースに行って走るそういう馬の可能性もなくはないので、まあそういう意味では期待は少しはしてもいいかなっていうふうに思うところはありますね。モズベッロはですね、なかなかいい馬で素質はあるとは思うんですが、森田厩舎はですね、どちらかというと短距離の方が合う厩舎だと思うんですよね。で、このモズベッロを見てもらえればわかるんですが、体の動きが大きすぎるところがあって一瞬の動きが遅いんですよね。その分あまり切れる足を使えなかったりだとか、あとはコーナーから飛びが大きくてその加速がつくのに時間がかかったり不器用なところが多少あるっていうような印象があって、まあ、その分やっぱり他の馬たちが止まってくれたりだとか、あとは仕掛けですね、大胆な仕掛けなんかがはまるとかそういったような感じにならないとっていうようなところがあって、まあ、乗り方としてはそんなに簡単なタイプではないかなっていうふうに思いますね。まあ、今回はうちの方が荒れてきてたりだとか先行馬が止まってくれる可能性があるとか、そうなってくると外回ってもしくは馬群の中からでもすると加速がつく可能性もなくはないので、そういうところには期待してもいい馬かなというふうに思いますし、調子の方は良さそうなのでなるべく他が止まる展開になればというようなところではあると思いますね。ないままについても何度も喋ってきたんですけれども、札幌2歳ステークスの時に五十嵐冬樹騎手がまくる騎乗をしてかなりの好騎乗をしたんですが、それを逆にうまく乗れてなかったっていうふうに陣営が判断してしまったみたいで、その後中途半端な綺麗な競馬をして、しかもあまり動かせないジョッキーが乗ったということで、まあかわいそうな目にあったところがあるんですけれども、まあただ今はですね、また状態はある程度持ち直してきてましていいんですが、まあやっぱり持ち味としてはどっかで一気にまくるとか、早め先頭とかそれぐらいなことをしないと切れる足もあまりないですし、ずぶくて、
乗り方が難しいところもあるので、やっぱり思い切ったことをしなきゃいけないんですが、そこまでできるのかなっていうのと、あとはやっぱりですね、そのまくるということに関してはある程度展開的にまくれる展開にならなきゃいけないところもありますし、そういった意味でちょっと今回のメンバーではそこまで緩まないかもな、緩んだとしてもそういう動きができるのかなっていう心配がありますね。ステイフーリッシュ、ステイフーリッシュは、好不調の波はそこまで大きくはなくなってきたんですが、ただ気象的にですね、気難しさが強い時とそこまででもない時とがあって、前走は比較的気難しさが強い時だったと思うので、藤岡祐介騎手みたいな優秀なジョッキーが乗ったんですが、集中力が続かなかった、直線ちょっと甘くなっちゃったっていうようなところはありましたね。ただ今回は前走よりかはピリッとしていきましたね。ですから好走する可能性はあるんですが、ただここでジョッキーがレベルの高い藤岡祐介騎手から石橋優騎手っていう風にガクンとレベルが下がっちゃうわけですよね。まあ、石橋優騎手は下手なジョッキーではないんですが、技術的には真ん中ぐらいあるかどうかぐらいなので、そうなってくるとこういう気難しい、ずぶくてちょっと追わせるところがあるっていうタイプに関しては、能力を出し切ることは基本難しくて、よくて 80% ぐらいまでしか能力を引き出せないかなっていうような感じなので、まあそこはあとはポジション取りとかレース展開を味方にして、どこまで有利に競馬を進められるかっていうところなんですよね。で、まあ、ある程度行きたそうな馬が決まってますので、その直後 2,3 番手あたりで流れに乗ってばらける展開で、馬場の真ん中ところ外の背面出して背面先頭みたいな、そういう競馬がはまればっていうところですね。まあ、渋った馬場に関してはある程度はこなす馬なので、まあ、展開的に乗りやすい、あとは迷いのない騎乗をする時があるのが石橋優騎手の良さでもあるので、まあそういうようなハマり方をすれば少し動かしやすくなるかもしれないんですけれども、まあただちょっとでもロスがあったりストレスがかかるような展開になると石橋優騎手では動かせない馬ですね。マイネルハニー。マイネルハニーは、まあ以前はマイル前後あたりでですね、まあ G3 ぐらいだったら全然思い印がつくような馬だったんですけれども、まあ今はもうピークを過ぎて何年も経ちますし、まあズブッサーというか、まあなんか、まあスピードも衰えてきてますので、そういった意味ではこういう距離でもいいのかなと思うところはあるっちゃあるんですが、まあただやっぱりそうですね、そんなに器用なタイプでもないですし、綺麗な足があるというようなタイプでもないので、まあある程度ポジション取って前目からばらける展開でどっかで思い切ったことをして粘り込むとか、そういうことをするしかないかなというような感じでもありますし、まあ出来は、まあ今のマイネルハニーとしては悪くはなさそうなので、そういった意味では、まあ他が自滅しまくればなくはないかなというふうに思うんですが、基本厳しいかなというふうに思いますね。ランフォザローゼス。ランフォザローゼスは、まあ、本当3歳の早い段階の時は良くなる可能性あると思ってたんですが、全然良くならないですね。まあ、これは気象的に問題があるからなのか、それともなんか筋肉の質の衰えが早かったのか、ちょっとわからないんですけれども、まあ、なんか良くなりきらないまま馬が終わっちゃったなっていうような感じなんですが、まあ、今回も大きいを見た感じだと硬さがありますし、ちょっと厳しいなっていうふうに思いますし、この硬さ動きではスタミナ的にも持たない可能性の方が高いかなっていうふうに思いますし、気持ちが切れやすくなってますし、ジョッキーも下の方のジョッキーではありますので厳しいかなっていうふうに思いますね。ウィン・マリリン。ウィン・マリリンは、まあ、ちょっとなんかもったいないなっていうようなところがあるんですよね。あのエリザベス女王杯の時も能力の高さ見せたんですが、まあ、あの時は、まあ、あの好意の内にいて内を突くしかないような展開になったところもあるので、ある程度しょうがないっちゃしょうがないところはあったんですけれども、まあでもそうですね、乗り方によっては上位に来れてた馬ではありましたし、で今回も引き続き調子がいいというか、 もしかしたら成長もしてるかもなっていうのは、成長段階のちょうどいい時でもありますので、まあ、この右回りの2200ぐらいで両馬場で内枠引いてっていうような綺麗な馬場でやらせたらですね、全然ここでは上位かなっていうふうに思いますし、
まあ、スピード競馬に関しては一番高く評価してるぐらいで、まあ、やっぱり綺麗な馬場で右回りで2000前後ぐらいで競馬させたら結構な能力がある馬ということですね。それで馬場が荒れてる渋ってるということに関しては、ためさえ聞けばですね、能力である程度こなす可能性はあると思います。ただ横山武史騎手はですね、まあ、2020年おこぼれというような形でですね、関東リーディング美穂のリーディングジョッキーには慣れたんですけれども、やっぱりその中央場所の中山とか東京になるとですね、上位の騎手たちとの差が目立ちますし、まあ、特に重賞ではですね、好騎乗なんてほとんどすることがなくて、逆に足を引っ張ってる騎乗が多いので、どうなのかなっていうような感じなんですよね。で、まあ、土曜日のメインレースでですね、ウィングレイテストっていういい馬に乗せてもらったんですが、その時でもですね、うちの方からスルスルっと早めに仕掛けていってっていうような早め戦闘みたいな競馬したんですが、結果としてそれが最後に響いたんですよね。ゴール前で一気に他の馬たちに外からかわされてっていうような競馬になって、ローカルとかその辺の競馬場だと単純なコースなので、そういう思い切った騎乗がハマること結構多かったりなんかしたり、あとは周りのジョッキーがうまくないんでハマりやすかったところはあったとは思うんですが、やっぱり中央場所だとレベルの高いジョッキーが増えてきますし、あとはコース形態なんかもですね、そのローカルの競馬場ほど中山競馬場は単純ではないので、まあ、比較的乗りやすい、中山自体はそこまで難しいコースではないんですが、まあ、その中山コースでさえもやっぱり横山武史騎手はまだ苦しむ段階のレベルのジョッキーではあるので、まあ、そういった意味で馬場はもうあれできて、しかも重賞ということになると、まあ、本当に信頼性ということに関してはちょっとどうなのかなっていうような感じにはなりますね。ただ馬は強いので、まあ、いいところで流れに乗ってハマる可能性もなくはないので、勝ってもおかしくない馬ですね。ジェネラーレウーノはですね、まあ、使いながら復調気配にあると思いきや、走ってた頃と比べるとやっぱりちょっとなんというかキレが足りないというかですね、基本的に馬ってですね、パドックで歩いてる時重視した方がいい部分があって、それはですね、後ろ足を上げる時ですね、その時が結構重要で、その上げ方によってすがるさとかキレとか、あとは調子の良さですね、後ろ足がスッと上がるということはですね、体をうまく使えてて効率のいい歩き方ができてる、効率のいい走りができるっていうことなので、そこを見るんですが、ちょっとジェネラルウーノはですね、その辺がちょっとまだいい頃に戻ってないかなっていうような感じがあるんですよね。で、追い切りなんか見ててもそれなりの動きはしてるんで、走る可能性なくはないんですが、やっぱりこの馬っていうのはコーナーからスピードに乗っていきたい、足を溜めながら回っていきたいっていうタイプではあるので、そう考えたらなんかちょっとやっぱりそのスッと体を動かしきれてないっていうところが響く可能性もあると思いますし、もともと気難しいところがあるので、馬場が渋ったりしてる中で、ちょっとジョッキーもその強引に動かせるタイプのジョッキーではないので、武藤騎手逃げ先行に関してはそんなに安定してるわけでもないですし、まあ下手なジョッキーではないんですけれども、まあ、重賞ということを考えるとあんまりこのコンビもどうなのかなっていうふうに思いますんで、田辺騎手が乗るんだったらもうちょっと警戒したんですけれども、どうなのかなっていうような感じがありますね。ジャコマルについては最初にほとんど喋ってしまいましたね。まあ、前走はかなりノーマークで逃げれてましたし、まあ、他の馬たちに絡まれたりプレッシャーをかけられたりしたら今の中山のパパということを考えると厳しくなる可能性が高いかなというふうに思いますし、まあ、飛び動きが大きいタイプでもあるんで、なおさらそのごちゃついたりなんかすると厳しいかなっていうような、まあ、サスケ言えばもうちょっとこのメンバーでは難しいかなっていうようなところがありますね。ただ前走も見た目以上に走ってはいましたので、その辺には全くの期待はできなくもないかなとは思うんですけれども、最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本命馬の副賞を買うっていうのは固定なので、里のフラッグの副賞を買います。
で、まあ、生まれんワイドを買うとしたら、もう相手2頭なんですけれども、ただアリストテレス人気してますんで、まあ、買っても生まれんまでかなっていうような感じなので、まあ、気が向いたら生まれんも買うんですけれども、ウィンマリリン、すごいもったいないんですけどね、もう今回本命にしたかったぐらいなんですが、やっぱりそうですね、ジョッキーの不安、ババとかもあってっていうような感じなので、まあ、里のフラッグの副賞があんまりつきそうになかったら、やっぱり副賞だけでいこうかなというふうに思いますね。以上です。失礼します。